はい、本音ラジオ。本音ラジオ始めますね。まあこれまあこの企画ですね。あの斉藤豊の5分間、うん、試合と同じ5分間で、はい、まあ、一つのテーマをまあ引き出していこうと。斉藤豊にまあボディーブローと言いますか。うん、まあハートブレイクショットと言います。毎回それ言わなきゃいけない。ガゼルパンチと言いましょうか。ちょっと斉藤豊のちょっとこうね懐に入っていこうじゃないかと、はいはい、いうことで、はい、今回のテーマですね、はい、試合前の験担ぎ。うん、験担ぎ、はい、あールーティーンと、うん、ちょっと聞きたいなと思いまして、うんうん、大丈夫ですか。験担ぎね、大丈夫ですか。 OK OK ですか。頑張ります。はい、じゃあ、うん、本番始めます。あ、ジャッジジャッジ、はい、これやるジャッジラウンド1ファイト。はい、始めました。験担ぎね、はい、いやまあそんなに意識してないとは言っても、はい、毎回こうやってることだよね、験担ぎ。そうですよ、でも一流選手は絶対やってるじゃないですか、験担ぎ。知らずのうちにやってることはあると思う。やってることあると思うんで、くださいよ、ちょっと。まあ食事で言うと、はい、食事で言うと計量終わった後は必ず丸亀うどんを食べるとはぁいうのは、これもうほんと7年ぐらい、8年ぐらいずっと続けてるんです。それできっかけは何だったんですか、丸亀の。きっかけは、一回計量終わって下したことがあって辛い時があったの、減量は。冷たいものを飲みすぎて、はい、それをちょっとずつ飲めばよかったんだけど、はい、下してしまったことがあって、はい、いやこれまずいと思ってまずあったかいものを食べなきゃダメなんです。胃に優しいって意味では、はい、そこからまずうどんを食べるようになって、うん、結構ね、コンディションが整ったというか、良かったんで、あ、これ続けようと思って、7年、8年ぐらい続けてますね。それがもう、試合後の、うん、まあ、ルーティーンというか。はい、計量終わった1食目は、あ、丸亀うどん、あったかい、トロ玉ですね。トロ玉。トロ玉。具とか入れないんですよ、トッピング。トッピングはね、そんなに入れない。入れないけど、揚げ物とかは入れない。入れない。はい。だから、具とか入れるとか考えられないですもん。これ、イチロー選手のものまねですよね。こうやってね、俺が突っ込まないと分かんないから。いや、まあそういうことですよね。じゃあ、イチロー選手がカレーなら、うん、斉藤豊がうどんでいいですか。丸亀うどんね。丸亀うどんでいいですか。あったかい丸亀うどん。あったかい、あ、うどんですね。うどん、はい、じゃあ、食に関してはうどんで、はい、下着パンツとかってどうですか。あー、それは全く考えたことがない、ね、いやいや、そんなわけないです。いや、ほんと。シャワー浴びるじゃないですか。うん、シャワー浴びて、下着の開けて、うん、1軍、2軍ってありますよね、パンツ。パンツの中で、こいつちょっと着回し多いなみたいな、あるじゃないですか。そうしないときは、ちょっと一軍。あ、でも新しいやつ履くこと多いかもしれない。試合の時はボロボロのやつよりは、はい、新品に近いやつ。やっぱあるじゃないですか。言われてみるとそうだ。そうでしょ、うん、ですよね。おる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 。ですよね、うん、下着は新品、はい、新品。じゃあ2分経過しちゃう。はい、5時間3分。なんかこの見るものとか、うん、なんか必ず見るものとか、靴は左から履いてとか、定番ですけど、ね、見るものがね、はい、初めの一歩。また始まった、はい。何じゃないですか、初めの一歩。これいいよ、試合前のね、これ初めの一歩はね、いいよ、これいいですか。本当に試合時間半分です。はい、どの試合ですか、持ってくんですか、今回大阪に。初めの一歩大阪にはちょっと持っていけない。持っていかない、持っていかない。え、でも持っていかないけど大阪に行く前に。頭に入ってるもん。脳内漫画、脳内漫画何百回読んでるか。でも下手したらもう最初からもうセリフ言っていけるかもしれないから。あ、かもしれない、カンコピしていると、はい、音楽とかどうですか。音楽、あ、音楽ね、音楽はね、残り時間2分です。竹内まで聞くとあまりにもこうリラックスしてしまうんで。そうそう、ちょっとこうアップテンポの曲聞きたいね。お、なんすか、アップテンポの曲は。ラルカンシェルとか。お、ちょっと少しだけ、ちょっとワンフレーズ。それはちょっとよ、次回にしておきましょう。まあ、あとね、はい、思い出した今、はい、減量で言うと、はい、最後の水抜き、体重落とさなきゃいけないときは、はい、小岩の友のように行って、体重落とすっていう、うん、なるほど。これもう必ずやってますね。銭湯。銭湯に行くと。銭湯に行く。それで、それ体重落とす意味でもあるし、験担ぎみたいなことも。そう、なんかね、やっぱこう、友へのサウナがね、すごくて。はい。もう、温度は低いんだけども、湿度とか高いから、あれやばいのよ、ほんと。多分ね、5分入ってられない。俺も1回行ったことあるんですよ、小岩の友のように、うん、やばいでしょ。サウナ入ったんですよ、俺耳やけどしちゃったんですよ。やけどする、耳やけどしちゃって。ほんとやばいの、あれやばいですよ、あれ。ほんとにやばくて、ほんとにやばい。座ってるじゃないですか、
座ってるとこ、うん、歩くと痛いんですよ、耳が。みんなこう、なんか鏡ながらですから。なるんですよね。で、暑いから出ると動くと痛いってなるんですよ、耳。あそこ行ってるんですか。あそこ行ってる。でもそんな、何十分とか入んないよ。入っても5分。5分入って休んで、5分入ってって、それ繰り返して、うん、まあ、あの体重は確実に落ちるんで。それはそうですよ。確実に。やけどじゃないですか、あれ。確実に落ちる。やけどです。あんなサウナ俺行ったことないのか、あれ。でも必ず水風呂入らないといけないからね。あ、残り時間30秒。残り時間30秒。でも全身やけどみたいな感じになるけど、水風呂でちゃんと冷却しながら、安全にやるんで、まあ安全でもないか。水好きなんで。え、じゃあ今回も行くんですか、トモの。今回行く。大阪行く前にも、トモの、ね、体重落としてから、行くんで、はいはい、だ木曜日の夜かな。行きますね、トモの。ラスト10秒、はい、じゃあ今回なんか新しい験担ぎ、なんか見つけたら。新しい験担ぎ教えてください。わかりました、わかりました。ちょっとじゃあなんかいろいろ試してみようかなと思って。おい5分終了、はい、まとまった感じだね、今回。あ、いいんじゃないですか、うん、まあ、斉藤豊は、要するに、あれですね、丸亀食って、銭湯行って、うん、初めの一歩読んでる、うん、おじさんってことですよね。そう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 。心はいつまでもね、少年だけど。